はいどうもとっても可愛い霊夢ちゃんです。今回は金色の菓子から、絶対防御娘こと、ジョーの術について見ていきたいと思います。術は主に防御や回復といった補助系がほとんどであり、攻撃手段はほとんど持ち合わせておりませんが、集団戦においては仲間たちを幾度となくピンチから救ってきた頼もしいサポーターです。それでは見ていきましょう。セウシル、球場のバリアを張る。最大範囲は半径数メートルほどで、任意の場所に張ることが可能ですが、その1、2射兵物があるとバリアはそこを避けるように張られるので、地上においてはドーム状となり、下からの攻撃には対応できなくなります。まあセシルドとは異なり全体を防御できるため使用率は高いですが、防御力はやや低め、マルス戦で使用された時には、マルスのガロンを防御していました。ですが、マルスのエイジャスガロンを防御しようとした際には、下からの攻撃により防ぐことはできませんでした。ドボロンとパクプリオとの戦いでは、ドグラケルとダレイドの両方を防御していましたが、ドグラケルの威力が高いため、バリアが割れてしまうことに。千年魔物編では、初級呪文であるガロン、ビライツ、グランセンの3呪文を同時に防御。ですが、ネシルガとデガルグを受けた際には、破壊されてしまいました。ガンジャスネシルガを受けた際にも、下からの攻撃により簡単に破壊されます。V 様との戦いには心の力が少なく、マグルガを受け切るので精一杯だった模様。サオロンと幻想ペアの戦いでは幻想の拳によりヒビを入れられていました。モモン戦ではアグラルクにより容易にすり抜けられスカートをめくられていました。チェリッシュのゴーコファルを受けた時は、破られる者の仲間は守り通せた模様。そしてパワーアップしたキースのガンズギニスは防ぐことはできませんでした。サイス、両腕をかわし小さな聖なる歯を飛ばして攻撃する。ゲオのほぼ唯一の攻撃呪文。魔物なら素手で防いでも軽い失血程度で済んでしまいます。ほとんどの場合は本の持ち主などの人間を気絶させたり、本などの無機物を破壊するために使用。マルス戦にて使用されましたが、さほどダメージは与えれていませんでした。パクプリオにもサイスは直撃しましたが、パクプリオに対してはなかなかのダメージを与えていました。サイスとザケルのコラボもかっこよかったです。マリル・カルノアの命を狙う人間相手にも使われ、人間相手には簡単に倒すことができる模様。千年魔物編では、本を燃やす手段として使われていました。モモンとの戦いでは、怒りのサイスによりシスターをビビらせることはできましたが、モモンには一発も当てることはかなわず。ま、セシルド。中央に羽の紋章が刻まれた円形の巨大な盾を出現させる。手をから離れた任意の場所にも作り出すことができます。チャージルセシルドンが出るまでは手をの防御呪文の中で最も強く、ギガの9程度なら完璧に防ぐことができるほどの防御力を誇る。球場のバリアとして展開するセウシルとは異なり、あくまでも盾なので効果範囲は1面のみ。マルス戦で使用された時は、ガンズガロンを防御しており、その後に使われたギガのガランズを簡単に防御して相殺していました。ゾボロンとパクプリオとの戦いでは、ゾボロンのウルドグラケルをかっこよく防御。マリル・カルノアを守ろうとした時に使用。この時はリボルバー銃を受け切っていました。千年魔物編で使用された際は、ガンズ・ビライツとグランがコブラを防御。ギガのディオルクを受けた際は、心の力を貯めたことにより鎧ごと相殺。サオロン戦では、ザオー・ギルエルドにより初めてマセシルドが破られました。ディオが9クラスになると耐えられないようです。デモルト戦では、ラギアントジ・デモルクに対し使われました。ディオが9クラスではないものの威力は半端ないため一撃で破壊されてしまいます。ギルガドム・バルスルクに至っては、武装してたもののパンチで破壊されました。ですが心の力を極限まで高めることでこのパンチに対してはなんとか防御できるようになります。しかしファウードのパンチは止めることはできず、あのパンチはさすがに無理があるようです。その後のチェリッシュのギガのコファルは容易にブロックしていました。コントロールルームにたどり着き、ロジューとジェジュンとの戦いでは、今まではギガの9であれば防ぐことはできていましたが、ファウードの力によりパワーアップしたギガのラグールとギガのグノビオンは防ぐことはできず、ギガラセウシル、敵を球場のバリアの中に閉じ込める、内部から放たれた敵の攻撃を敵自身に跳ね返す、恵み曰く自業自得の効果を持つ、セウシル同様、地上で使うと敵が一般的な大きさならばドーム状になる。耐久性はさほど高くないが、心の力を高めればギガの9の術にも対抗可能。千年魔物編で初めて使用され、ギガのガランズを跳ね返し相殺。また、キヨマロの策略により馬王を当てるための、高速術としても活用されていました。サオロン戦でザオーギルエルドを跳ね返そうとしましたが、マセシルド同様破られることに。デモルト戦では先ほどの馬王を当てたように、ザグルゼムを当てるために使われましたが、簡単に破壊されてしまいます。ロジューとジェジュン戦では足止めに使われるようになっていました。
手順に何度も破壊されていましたが、術を何度も唱え続けていました。なぞなぞ博士との対決で習得。最後時を、羽と水晶を持つ剣を出現させ、対象者を貫くことで戦闘で受けた傷や消耗した体力を回復する。わずかながら受けた者の心の力を回復させる効果も持つ。魔物人間の両方に効く。複数の対象を串刺し状態にして、一度にまとめて回復させることも可能。千年魔物編で初めて使用され、ボロボロの清麻呂を回復させていました。V 様との戦いで V 様の目を欺き、ポルゴレを回復させ勝利に導いていました。サウロン戦では、リーエンとゴンレイに同時に最後ジオを刺しその思いを受け継がせ、勝利に貢献していました。しかしデモルト戦においてゴンレイが重傷を負いましたが、最後ジオにて命を取り留めました。清麻呂がリオウとの戦いで瀕死の重傷を負った時にもこの最後ジオで命をつなぎ止めていました。ゴンレイとウンコテンテンが戦っている際には、リーエンの心の力を回復させ勝利に貢献。ガッシュが馬王に食われた時にも使用。清麻呂と同時に放たれガッシュの命をも救い出しました。キガラ、セウシル同様、なぞなぞ博士との対決で習得。チャージルサイコドン。ヨウの最大攻撃呪文にして最強呪文。タイモモン戦における数々の地獄から覚醒した。形状は最後ジオに似ているが、女神の上半身が巨大な歯を手にしたような姿をしている。女神の胸の水晶部分にそれまでジオが受けた怒り憎しみ屈辱の図が浮かび、その感情の高ぶりにつれて女神の顔も凶悪になり、それらの憎しみを攻撃力に変え、最大にまで高まると同時に相手に投げつける。溜め具合によってはジオが旧呪文にも引けを取らないほどの攻撃力を発揮します。この術の登場によって、今までほとんどサポートにだけ徹してきたケオにも、積極的に攻撃を仕掛けていく場面が見られるように、めぐみは初めてチャージルセシルドンを使った際、本来はチャージルセシルドンだけを覚えるはずだったが、モモンのいたずらで凶暴化していたせいでこの攻撃的な術を偶然覚えてしまった、と推測していました。なお、初回登場時以降は、憎しみなどの感情そのものよりもケオ自身が受けたダメージを攻撃力に加算するシーンが多いです。ファウード戦にて邪魔をする体内魔物を一掃するときに使われ相殺していました。その後は路中に放たれ、今まで受けたダメージを倍返しにして大ダメージを与えていました。チャージルセシルドン。チャージルサイコドンと共に現れた読めない呪文が読めるようになったもの。下半身が巨大な盾となった女神を出現させる。盾には指のようなものがあり、かざした手をの手とシンクロしている描写があります。女神の胸の水晶に仲間の傷ついた姿などが浮かぶたび、高まっていく手をの誰かを守りたいという思いに呼応してより強固になり、発動中に敵の攻撃で破損しても、その能力で瞬時に修復可能。その強度はゼオンの心の力が切れたとはいえジガディラス・ウルザケルガをも防ぐほど。また、盾の裏側で防いだ術がどういう状態なのかを映し出している。ケオの本来の力が純粋に現れた術のためチャージルサイフォドンとは比べ物にならないほど強いとめぐみは評した。チャージルサイフォドンとほぼ同時に本には術が現れていたが、ケオの本当に誰かを守りたい心が目覚めるまでめぐみには読めない状態であった。ちなみにアニメ版では、原作とは異なっており、光る玉を中心として手を繋いだ三人の女神のような姿が現れ、玉が敵の攻撃呪文を吸収。ゼオンのジャウロザケルガを防いだが、その反動でケオ自身やめぐみが気絶していました。クリア編では、突進してくるバードレルゴの猛攻を防御。引き続きザレフェドーラの攻撃をも防御しており、数発受けても微動だにしていませんでした。そして最後にザレフェドーラの捨て身の攻撃をも受け切り仲間たちを傷つけることなく守りました。今チャージルセシルドン。ゼオの最大防御呪文。チャージルセシルドンを同時に2つ出現させる。両手でそれぞれ操ることができるが、本来両手で支えても負担の大きい盾を片手で扱うので、とんでもなく体に特に腕に相当な負担がかかります。ザレフェドーラの同時に着弾する攻撃を何発も防ぎ、仲間たちを守り抜きました。そして関係ない一般人にも攻撃を向けられましたが、誰一人傷つけることなく防御。新最後ジオ。最後ジオの強化版で真の術の一つ、魔界へ戻り魂だけの存在になったが、ガッシュの自分たちを助けたいという思いを感じ取り、ガッシュを助けたいと思った時にガッシュの金色の本に現れた呪文、剣の本数が4本になり、最後ジオと異なり剣で貫くことはなく、自分以外の周囲の味方の傷や心の力を大幅に回復させる。ガッシュはもともとジオルクで回復済みでしたが、ブラゴがこの術にて元通りの体に回復しました。以上になります。いかがでしたでしょうか。どの術を取ってみてもガッシュたちには、なくてはならない術ばかりでした。一つ一つの術が命をも救うレベルで重要な役割を果たしていましたね。
今回まとめてみてどの程度の術なら耐えれるのか耐えれないのかがわかりました。そしてテオの防御呪文は何に対して強いのか弱いのかがはっきりしているので、使い方や、守りたいという気持ち次第では、本当に絶対防御となる素晴らしい術ばかりでした。今回はここまでにしましょう。次回の金色の合衆では、漁師探偵スーパーアイドル、大海恵みについて見ていきたいと思いますので、次回もお楽しみに。